サステナビリティが時代のテーマとなる中、航空業界にも変化が求められている。我々航空会社は最近気候変動が大変取り扱われている中で CO2 排出量をとても責任を感じております。一方で世の中には人や物の移動やつながりというものが大変重要だということも思っておりまして、そのためには我々は存在し続けなければいけないというふうに考えております。この重要な役割を果たし続けるためには、この CO2 排出量の問題に真摯に取り組んでいかなければいけないというふうに考えております。これまでのように CO2 を出し続けるわけにはいかないけれど、飛行機は飛び続けなければならない。だとしたらどうすればいい。そのために立ち上がった新たなプロジェクトがあった。2023年8月、羽田空港 JAL 格納庫に様々な企業の担当者が集まっていた。フライトゥーフライプロジェクト、既存のジェット燃料に代わる持続可能な航空燃料、サステナブルアビエーションフューエル、略して SAF の国内生産供給を実現するためのプロジェクトだ。 SAF を使えば従来の航空燃料に比べて CO2 排出量をおよそ 80% 削減することが可能になる。プロジェクトメンバーの一人が日本航空の北は約半年前、自ら志願して日本航空の調達本部で国産 SAF の推進担当になった。ずっと会社入って20年ずっと整備の現場で生きてきてですね、毎日毎日飛行機の品質を上げるとか効率を上げていこうということを取り組んできたんですけども、燃料っていうところにあまり目を向けてこなかった、毎日こうやって匂いを嗅いだり音を聞いたりしてるので実感はあったんですけども、そこに対する仕事をしてみたいという思いは持ってましたので、今回そういった機会に巡り合ったということになります。私自身まだ SAF っていうことをそんなに詳しく知らなかったんですけども、今後非常に我々エアラインにとって重要になるということぐらいの知識はありましたので、非常に興味を持ちまして応募した次第です。 SAF の原料というのは今実用化されているものでいうと天ぷら油、配食用油なんですけども、今までちゃんと利用されてなかったようなものを使って新たにエネルギーが作れるということになります。そこで立ち上がったのがフライトゥーフライプロジェクトだ。フライトゥーフライプロジェクトは多くの企業、自治体、団体がそれぞれの強みを発揮し、廃食用油を提供、回収、輸送し、SAFの製造、使用を行うプロジェクト。簡単に言っちゃうと、世の中のいらないものから燃料を作ることができるというものでして、しかもそれが CO2 の排出抑制に寄与できると。プロジェクトのリーダーを務める日揮ホールディングス西村マネージャーにも話を聞いた。彼もまた自らこのプロジェクトの担当に志願した人物の一人だ。日揮ホールディングスというのはですね、工場、プラントの建設設計を、する企業でして、そこでずっと私はエンジニアをやっていたんですけども、我々が持っている、あるいは私が培ってきた技術っていうのは今後その資源循環なり脱炭素のところでは欠かせない要素だと。ただやっぱりエンジニアだけではですね、やっぱりできないことってのはいろいろあるのかなと、エンジニアのバックボーンを持った上で、新しいことにチャレンジしていこうと。北さんと私は常日頃連絡を取り合って、じゃあ次何していこう、こういった企業さんにお話をしていこうとか、そういったお話をいつもさせていただいています。あくまでこの取り組みは弊社の取り組みではなくて皆さんの取り組みというふうに考えてますけども、我々はきっかけ作り、またその中で、参加している企業さんとか、あるいはその自治体の皆さんも、そういうことができるんだなというふうに、知っていただくと、少しだけちょっと先頭を走るようなですね、そういった役割かなというふうに思います。今我々が取り組んでいるのはあくまでその資源循環で脱炭素をやっていこうっていうことが目的と思ってます。で、資源循環脱炭素って具体的に何やったらいいのっていうのがおそらく手段がないっていうことだと思いますので、その手段として一つその廃食用油っていう、家庭でも出るようなこういったものを使って飛行機を飛ばそうっていう夢のあることをみんなでこういう脱炭素社会を作り上げていこうっていうふうに、思っていただく、楽しそうだなって思っていただくことが非常に難しいし、そこが非常に逆に言うと、やりがいとか楽しさにもつながっているのかなというふうに思います。取り組み自体はまだまだ始まったばかりだと思ってまして、これからどんどん広げていく段階にあると思ってます。
で我々今使っているSAFというのは大体 10% ぐらいの混合率にしてますので、まあ、そうするとドラム缶65本分ニューヨークまで行くのに必要だということにはなります。今後航空機の安全性とかですね、まあ、そういった技術的な確認が取られていけばですね、あの 100% までの混合をしていく方向性で今世界中で準備がされています。廃食油で作れるSAFって本当限られたボリュームでしかないんですよね。なので次の技術を実用化していくっていうのは当然必要になってくると思ってますし、まだまだそれじゃ足りないので新たな原料を開発して作っていくってことも必要になってくると思ってます。まずは廃食油からなんですけども、まあ、ゆくゆくはですね森林の未利用材、あとは農業で出る残渣、あるいはゴミですね、まあ、こういった課題にも一緒に取り組んでいけたらなと思ってます。このプロジェクトには航空業界の競合である ANA も参加している。やはり、SAFの課題はですね、古車では どうにもならない、非常にですね広範なステークホルダーの方と取り組みを進めていく必要があると思ってます。このような状況においては JAL だ ANA さんだというような話ではなくてですね、SAFの領域ではしっかりとですねパートナーシップで取り組みを進めていこうというところでございます。今後世界の航空産業はSAFの使用が前提となる。そうなると日本から出発する全ての飛行機にSAFが供給されないと海外へ飛べなくなる。何が問題になってくるかというと、今日本政府が掲げる2030年のインバウンドの目標、まあ、それから航空貨物、こういった領域にです、ね、影響が出てくる、まあ、すなわち日本経済全体に与える影響というのもやはり懸念されるところです。従来ですと化石燃料から作られるジェット燃料はまあ、ほぼ全てが海外から輸入されてきました。現在ですね世界中でSAFの製造というのはアメリカの西海岸で一番進んでおりまして、まあ、ヨーロッパでも一部開始されたところでございますけども、SAFを輸入することを考えるとですね、やはりそこで発生する CO2、 輸送で発生する CO2 なんかも鑑みるとやはり国内で作られるべきであって、我々も国産のSAFを作る、供給してもらうっていう体制を作っていくということに取り組みを始めているところです。SDGs の研究者、慶応義塾大学大学院の蟹江教授にも話を聞いてみた。SAF実現していくためにはまさに一番大事なのはパートナーシップだと思うんですね。今まで連携してなかった人たちが連携していくということが求められていて、まあ、いろんな人が協力しないとできないものだと思います。それから何よりもこのアクションを加速させていくためには政策の力が非常に重要で、ぜひ政策もですねこのSAFを使っていく、脱炭素に向かっていくというところを加速して世界をリードしていく必要があるのではないかなというふうに思います。まずは知るところが一番大事だと思います。サステナブルアビエーションフールという持続可能な燃料があるというのをまず学んで、じゃあどこからそれが出てくるか、とどうやったら作れるかというところを学ぶ、知るというところが一番最初かなというふうに思います。で、まあ、その次には例えば廃油を集めたりですね、使った油を集めたりということが始まってきたら、自分たちが使う油を、まあ、どこかに持ってって集める、そこに貢献することで飛行機が飛んでいくというところにつながっていくと思いますので、まあ、そのアクションがその次のフェーズかなというふうに思います。若い世代はどう考えているのか、蟹江研究室卒業生はこう語る。もちろんサステナビリティに貢献したいという考えもありますし、長期的に社会に貢献していく、まあ、生活というかライフスタイルが何かなというふうに考えて生活をしています。まあ、今回 のフライトゥーフライのプロジェクトであったり、まあ、こういったプロジェクトに関して私はすごくポジティブな印象を持っています。ただただ情報開示をするのではなくて、自分たちのこうノウハウであったりアセットなどを生かしてどう社会に貢献していくかということを考えて活動したりだとか取り組みを行っているというところは非常に素敵だなというふうに思っています。我々やっぱり移動するのを止めることっていうのはできないと思うんですよね。バーチャルで人に会うっていうことも進んでますけれども、やっぱり人に対面で会って話して、で、まあ、そこでこう出てくる新しい化学反応というかというのもあって、だとしたらやっぱり移動する手段を持続可能にしていくしかないというのが、まあ、今の時代の、まあ、宿命だと思います。
でそのやっぱり移動する手段、飛行機もその一つなので、その燃料をいかに持続可能にしていくか、それからまあ燃料だけではなくて、実はその中で使っているこう機材の中身ですよね、椅子であるとか食べ物であるとか、そういったものも含めて持続可能にしていくっていうことがすごくこれから大事になってくると思います。まあ、SAFに関しては北欧であるとかフィンランドとかですね、あとアメリカでもですね、製造が進んでいるということなので、日本もその波に遅れないようにしないと、まだこの動き始まったばかりなので、今からいくらでもですね追いついて追い抜くことはできると思います。この問題はですね、航空会社だけの問題じゃありませんので、そこにはですね、SAF 自体を作っていただく方々、運んでいただける方々、それから原料を供給しているくれる方々、そして国とか自治体の皆さん、世界中の人をみんなで考えていかなきゃいけない課題だと思ってます。2030までにはしっかり国産の SAF を作れるような社会にしていきたいと思います。